ED301 北陸鉄道 ED30 系電気機関車は北陸鉄道に在籍した電気機関車の一形式である。1954年に東洋後期によって一両が製造され、2010年の廃車まで一貫して石川総線用の車両として使用された。本形式が製造された1954年当時、石川総線においては、 南部の近隣線沿線を流れる手っ取り川の支流である大日川の上流に、大日川ダム及び大日川第一、第二発電所の建設が1952年により、開始されており、膨大な量の資材輸送が実施されていた。そのために鹿名沢で国鉄線と接続し、資材輸送に公的な条件を備えていた、石川総線の貨物輸送量は、急速に増大しつつあった。 この時点で、石川総線には前身である、金沢電気機動時代に新造された20トン急突型機で、ある ED201 とダム着工に先立つ1951年に、上南線から転用された、木造箱型機の ED251 の2両が、本線用電気機関車として在籍していた。だが、ED201 の性能不足や、 検査時の予備車確保を含めて考慮すると、これら2両では到底資材輸送の需要を充足できず、また ED251 は戦時中に蘇生乱造された木造車であったため、その車体の疲弊が目立っていた。このような状況下で、北陸鉄道は新規に本格的かつ強力な箱型30トン級電気機関車の導入を決定、車体を担当する東洋工機を 主契約者として製造されたのが本形式である。前後に出入り台を備える10メートル級箱型車体を備える。これは新生当時の東洋後期の標準的な作風に従い、つまめが動く緩やかに局面を描く平滑な前溶接構成構造の電車系車体であるが、自動連結機が大枠の端張りに装着され、牽引力が車体経由で、 牽引対象に伝達される構造であるため、台枠は比較的強固な構造のものが、デッキ部を含めた全長にわたって構成されている。外観については、3枚構成のつま窓のうち、車掌台寄りの1枚を、出入り扉とする左右非対称デザインのつま面と、屋根の高くない位置に雨戸を置いて、屋根全体を屋根布で覆い、台枠は側面に露出し、 本形式の設計当時、メーカーである東洋工機が手掛けた他社向け電気機関車では、つまの中央に貫通扉を備え、屋根の雨どいを高い位置に置いた張り上げ屋根構造とし、車体の裾部にも丸みをつけた上で全焼灯を、反流線型のケーシングに収める、洗練されたデザインが採用される例が多かった。その中にあって、異色の武骨な造形である。 もっとも、側面に目を転じると開閉可能な両端の乗務員室窓の間に2枚の明かり取り窓を置き、それぞれの明かり取り層下部の腰板部に、通風用のエアフィルターを開口する、この時期の東洋高規制電気機関車に共通するレイアウトとなっており、基本的な構成については、メーカーの標準的な設計に従っていることがわかる。公式には、TR 改め形と呼称する、 中古品の蛍光組み立てによる釣り合い常識に軸、ボギー台車を装着する。この台車は本来、国鉄キハに36,450系、電気式機動車の動力台車として設計されたもので、同形式2両が戦後、大井工場で放置されていた際に、東洋工機が払い下げを受けたものである。構造的には、側枠などに、玉、ま、 山形港を使用する TR14 の設計を基本としつつ主要部を汎用の傾向を使用するように設計変更しており背の高い釣り合いバネを収めるため側枠にわざわざ複雑な切削加工を加えているのが特徴である東洋電気製造 TDK-565AA を4機造化する駆動装置は当時一般的に採用されていた釣り掛け式を採用し 波数比は1、3.47である。発電制動機能を搭載した HLD 電磁空気単位スイッチ式制御機を搭載する。これは、主電動機ともども電車並みの装備であるが、運転台の主管制御機は右手で操作する機関車式の配置となっている。心臓当初、石川総線では、トロリーポールが標準の終電装置として採用されていた。このため、 これを屋根の前後に各1機ずつ搭載して巡航している。M3 同弁を使用するアンク自動空気ブレーキを搭載する。巡航後、大出力とこれによる大きな牽引力によって本形式は石川総線貨物列車運用の主力車となった。また、本形式の投入によって予備が確保されたことから1956年には自社工場で ED251 の交代化工事が実施されることとなり、大枠を流用しつつ本形式の構成を参考に、下車体を新造、新たに ED311 として竣工した。1960年には石川総線の河川改修工事が完了したため、本形式は終電装置が一旦トロリーポール及び Z 型パンタグラフの併設となった後、 通常の皮脂枠パンタグラフに変更されている。以後は ED201、ED311 ED、それに本形式の電気機関車三両体制でダム工事資材輸送が完遂されたが、その終了後、沿線貨物需要の減少で1973年に ED311 が余剰廃車となり、さらに1976年4月に。このため、それ以降本形式は、 当機の除雪用として ED201 とともにデッキへの補強枠取り付けによる大型スノープラウ装着を実施の上で残されることとなった。もっとも合雪時にはその大きな事情と出力が頼りになることから本形式は近隣線の短縮時にも廃車されることはなくその後も檻を見て回収の手が入れられており1994年には老朽化した台車 転送品が交換され、台車と主電動機が西武鉄道から購入した、同社 701K 用、住友金属工業 FS342 及び、日立製作所 HS836 回、RB2、主制御機も、自社手持ちの HL-74 に、ブレーキは FS342 が、 台車ブレーキ方式であることから電車用の SME 非常直通ブレーキへそれぞれ交換され、合わせて大幅な出力アップが実現している。以後も本形式は待機状態が長く続いたが、最終的に2010年に廃車となった。廃車後、本形式は無症状とされ、鳥取県八頭町の若狭鉄道若狭線、早草駅にて保存されることとなり、同年11月に、 同地へ輸送、設置されている。各所言は1994年の危機、交換工事実施後のものを示す。ありがとうございます。